ウィルズ創刊号をご覧の皆さん、こんにちは。月刊ウィル編集部の金沢です。本日も西岡努先生にお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。韓国のムン・ジェイン大統領がですね、3月1日、3.1 独立運動の記念式典で演説を行いまして、ちょっと日本に対して柔らかい表現をしてたなというのが話題になってましたが、彼の真意というのは一体どうなってるんでしょうか。去年の10月ぐらいから日本と話し合いをしたいとか関係を改善させたいということを繰り返し言っているわけですけども、しかし日韓関係が悪くなった一番の原因は2つの国際法違反の判決ですよね、はい、戦時労働者の判決と、そして1月には慰安婦問題について日本政府に賠償せよという判決が出てしまったと。はい、いうことですけれども、それについては話し合いをする準備があるとしか言えなかったので日本政府としてはこれは歓迎できないというふうに言ったわけですけれども、こんなこと言ったんですね、文大統領は。加害者は忘れられても被害者は忘れないものであります、一応そういうことを言って、はい、しかしながら100年経った今、韓日関係は経済、文化、人的交流などあらゆる分野によって互いにとって非常に重要な隣国になりました。過去数十年間、韓日両国は一種の分業構造を基礎にして競争力を高め合ってきました。韓国の成長は日本の発展を支え、日本の成長は韓国の発展を支えました。それは今後も同様であることでしょう、というふうに言ったわけですけども、これ過去数十年間っていう場合に、ごく最近のことは正しいんですけども、でも我々としてぜひ忘れてもらいたくないのは、1965年に日本の経済協力で韓国は韓国の奇跡と言われるような高度経済成長をしたのではないかと、当時1960年代韓国は1人当たり GNP がまだ数百ドルとかという最貧国だったわけです。その時に日本が韓国の国家予算の倍ぐらいになる、無償資金を提供して、それをまた韓国のパク・チョンヒ大統領が大変効率的に使って、日本にとってもその無償3億ドル、有償2億ドルというのは当時の日本の外貨準備高が18億ドルですから、いっぺんには払えないで、10年年付で払ったんですが、その請求権資金、韓国は請求権資金と言ってるんですけども、全部もらい終わった1976年に韓国政府が出した請求権資金白書によると、日本のお金が韓国の経済成長に寄与した寄与率というのを計算してるんですけども、それは 19% だと。1966年から75年までの韓国の奇跡といわれる高度成長の約2割は日本のお金が寄与しているというのが韓国政府の計算なんです。それはもうお互いに助け合ったじゃなくて、そうですね、日本の経済協力で韓国の経済が発展したということですよね。その経済協力の協定で何と書いてあるかっていうと、日韓の間の過去の生産は全て終わってると書いたわけです、それをに反する判決が2つ出てるわけですから、お互いにとっていい関係だったとだけ書くんではなくて、このいい関係、お互いのウィンウィンの経済関係の基礎になった経済協力請求権協定があると、それを韓国が今破ってると。そうですね、というふうに日本が言ってるんだから、そこに答えがないっていうのは、我々からするとやっぱりこれは真の日韓友好を願ってるとはなかなか思えない、という思うんですね。じゃあ文大統領の本音は何かというとですね、東京オリンピックにあるというのが私の説で、今文大統領はあと任期が1年ちょっとなんですね。で彼にとってレガシーは南北関係を改善させたと。平和をもたらしたということなんですが、ところが北朝鮮はですね、1月の党大会で南北関係は板門店で行われたムン・ジェイン・キム・ジョンウン会談以前に戻ったと言ってるわけです。だから成果がないってことですよね。そして去年の6月にはご承知の通り、ムン・ジェイン・キム・ジョンウン会談で合意して作られたケソンの南北連絡事務所が爆破されたわけですね。でキム・ヨジョンさんは出てきて韓国は敵だと言ったわけです、でこれじゃレガシーがないわけですねそれで東京オリンピックでキム・ジョンを呼んだりキム・ヨジョンを呼んだりして自分が来て、そこで南北関係を改善させたいとそのことが3・1演説なんかでもわかるんですね、うん、こういう一節がありました、はい、東京オリンピック・パラリンピックは韓日間、南北間、日朝間、そして米朝間の対話の機会にもなれるものと考えますまあ東京に文大統領が来るんだったら韓日間わかりますよね、うんだけどなんで南北が来るんですか東京オリンピックで南北やめてほしいそれも2番目になんで南北が来るのかね、うん、2番目は普通日朝じゃないですか、だからもしも北朝鮮が来るとすれば、うん、ホストの日本と、うん、ゲストの北朝鮮で日朝じゃないですか、うん、それなのに日朝の前に南北と、うん、日本を置いといて主催者の日本を置いといて南北がそこで会いましょうって言われても東京オリンピックを利用するんですかと、うん、なっちゃうじゃないですか。そして米朝が一番最後になってると。まあ、文大統領の側近のパク・チヨンさんという、国情委員長が去年日本に来た時に、うん東京オリンピックの時に、南北日米4カ国首脳会談やりましょうと言ったのと同じことですよね。そうですね、うん、でもこれ中国から見ると相当怒ると思いますけどね。中国だけ入れてないわけ でそもそも我々からしても南北は南北でやってくださいと。いや本当に東京オリンピックで南北のことをやるって場所ではありませんよと。はいことを言いたいですよね。そして、まあだから東京オリンピックを利用して南北関係を改善したいと思い、また菅政権は東京オリンピックを成功させたいと思ってるから協力してやるといえば歴史問題で菅政権が少し譲歩するんじゃないかという計算などがあると思われるわけですけれども、文大統領あるいは文政権の本音、日本に対する本音はですね、2月の2日に公表されたですね国防白書、を読むとよくわかるんです。2年ぶりに、出たんですけれども、その2年前の白書では日本のことを同伴者というふうに書いてあって、パートナーですね。ところが今回は隣国だと、まあさっきの文大統領も最も重要な隣国だって言ってますけど同伴者じゃなくて隣国だってなったんです。そして日本との国防関係発展の障害物を4つ挙げてですね、一部政治家の歪曲した歴史認識、でも国防関係の発展、軍と軍との関係の発展に歴史認識を出してくるってちょっと異常ですよね、軍が関わることじゃないですよね。そして竹島に対する領有権主張と、それから韓国艦船への自衛隊機の危険な飛行と、そして事実をごまかした一方的なメディア発表と。でもそれは日本からするとレーダー照射の方が危険だったわけですけども、そしてまあ対韓輸出管理を挙げたんですね。そしてですねこの、日本に対する記述に対して中国はどうなってるかというと、戦略的協力同伴者、戦略的同伴者なんですよ。戦略的に協力する同伴者、日本は同伴者からただの同伴者から隣国に落とした。中国は戦略的協力同伴者だと言っていると、そしてじゃあ北はどうかというと、北朝鮮は、近代中政権以前は主敵、主なる敵と言ってたんです、ところが近代中政権が南北首脳会談をした後主敵という記述を落としたんですね、しかし2010年にイ・ミョンバク政権になって保守政権になって北の政権と北の軍は敵だというふうに、はっきり敵だと言ったんです、パク・クネ政権もそう言ってたんです。ところが今回2年前からですけども、文政権は2年前と今回両方とも敵と北を敵と言わなくなった。じゃあ敵の定義は何かというと、我が軍は韓国の主権、国土、国民、財産を脅かし、侵害する勢力を我々の敵と見なすと、じゃあ国土を脅かす、先ほど竹島、ということを言いましたよね、じゃあ日本が敵と見なされてるのかとも読める、記述が入ってるわけです。つまり整理すると日本は同伴者から隣国に落とされ、そして日本人の政治家の歪んだ歴史認識は国防関係を阻害している、日本の竹島領有権主張は国防関係を阻害していると言われた、北朝鮮は敵ではない、中国は戦略的同伴者だと。これを見ると、文政権にとって日本が相互に協力し合うウィンウィンの関係だと見てるかどうかね。そうですね、まあなんというか古い作法体制のように見えますよね。だから、まあ、もう一度中国という全体主義の勢力の方向に韓国が吸収されていくことがあるのかと、今南北関係が悪いので、韓国が中国側に行くという動きが見えにくいのですけれども、しかし韓国の今のこの位置づけを見ると北は敵ではない、中国は戦略的パートナーだ、日本はパートナーではない、日本の領有権主張や歴史認識は国防の阻害要因だと、そして中国の主張が国防の阻害要因だとは一切書いてないんですよ。そうですね。北についても平和が定着したというような書き方しかしてないということを見ると、韓国という国が今までは北朝鮮というバッファーがあったので、海洋国家だったんですね。そうですね。で海洋国家として自由民主主義、法治、人権という枠の中で、そして市場経済という枠の中で発展してきたわけですよ。しかし、韓国が次第に左傾化していって。北を飛び越えて中国と親しくなる、あるいは北と親しくなる、そして日本とどんどん離れていく、鎖交体制に戻るとも言えるし、全体主義の側に吸収されていくとも見えると、そうなるとどういうことが起きるかというと、これは国防白書ですからね、日本は韓国と付き合うのをやめると簡単に言える状況じゃないわけです。韓国軍60万が敵になるんです。だからそれはオセロの白から黒になるわけですよ。中立じゃないんですよ。相手側に中国が全体主義勢力側に韓国軍の精鋭部隊がついてしまうことさえも起こりうるということで、今は韓米同盟という重しがありますから、それを止めていますけれども、中国は韓国に対してムン・ジェイン大統領の訪中の前にですね、3つのノーを認めろと言って韓国のカン・ギョンハ当時の外務大臣はそれを認めたんですね。3つのノーっていうのは何かというと、サードという高高度迎撃ミサイルを米軍が在韓米軍を守るために持ち込んだんですが、これ以上持ち込まさせないということ、それから、ミサイル防衛システム、日米のミサイル防衛システムに韓国は入らない。それから3つ目は日米韓三角の関係を軍事同盟にしない、ということについて中国になんで約束しなくちゃいけないのか、つまり同盟国のアメリカとの関係をこれ以上発展させないということを中国に約束した、これは同盟国アメリカに対する裏切りとも見える約束をして中国に行ったわけです。そういう韓国があるということはですね、本当に韓国軍が敵軍に回ることも起こりうる、これは日本にとっては地政学的な危機なわけです。そうですね。白月のような戦いの時も、東軍が白木軍と一緒に日本と戦ったわけですね。で元寇の時は高麗軍が元と戦ってる間は日本は安全だったんですよ。しかし完全に降伏した後、今度は元が高麗を強要して水軍を作らせて日本を攻めてきたのは現高麗連合軍だったわけですよ。つまり高麗の戦力が現と戦ってる間は味方だったけど、負けてしまったら今度はゼロになったんじゃなくてマイナスになって我々の方に襲いかかってきたと。朝鮮戦争でアメリカが韓国の自由民主主義を守るために戦って数万人を戦死させながら韓国の自由民主主義を守って、日本も韓国と国交を結んで韓国の経済発展を支援し、自由で民主主義の市場経済の韓国ができたわけですけども、その発展した韓国がそのまま中国の側に行ってしまったら、向こう側のバランスが大変高まって、こちら側が下がると、それで日本が最前線になっちゃってしまう、対馬が最前線になってしまうと。それは尖閣だけじゃなくて、あるいは沖縄だけじゃなくて、今度は対馬がそうですよねということですし、朝鮮戦争がですねどう始まったのかと思うと、あの時中国共産党は実は台湾を解放したかったわけですよ。で米軍は台湾から引いてたわけですよ。しかし金日成が、もちろんスターリンの OK をもらって、奇襲で勝てると思って、朝鮮戦争を始めたので、アメリカは台湾を守ると言って、第7艦隊を台湾艦級に送ったんですね。で中国軍は本当は台湾に来たかったけど米軍が上がってくるもんだから朝鮮半島に出てきたと、うん、それで台湾が今維持されてる面があるわけですけども、今また中国は台湾を狙ってるわけですよ。で朝鮮方面が完全に安全になったら、うん、一作戦で来れますし、逆に在日米軍は北朝鮮軍があるいは全体主義になって韓米同盟に抜けた韓国軍が釜山までいる中で、うん、2正面で対応しなくちゃいけなくなる、そして北朝鮮は核を持ってるということですから、その韓国との付き合いをやめるとかっていうレベルの話じゃなくて、日本の抑止力をもっと高めなくちゃいけないと、すぐに憲法改正して、国語を持って独自核武装も検討するというようなことをしなければならない危機が目の前に迫っていると、日本人は本当遺伝子としてですね、朝鮮半島が反日勢力の手によって統一されたら日本が危ないと。そのためには犠牲を払っても軍事行動をしても反日勢力の手に落ちないようにするということを考えてたわけですよ、うん、そうですね。だから明治もそうでしたし、白月のような戦いなんかは関東から歩いて九州に先船を送ったわけです、うん、そして、白月のような戦いでは水軍を朝鮮半島まで送ってるわけですよね。元寇の時は必死で戦ってなんとか主権を守ったと、日清日露も半島が反日勢力の手に落ちないためにやったわけでね、満州国を作ったのも半島を守るためには満州が必要だった、ということがあって、日本にとって朝鮮統治は持ち出しだったんですけども、その持ち出しは日本の明治の先輩たちが人質でやったんじゃないんですよ、安全保障なんです、朝鮮が反日勢力の手に落ちたら日本の安全が保てないから、朝鮮統治したんです、満州国作ったんです。そうですね。ところが朝鮮戦争になってアメリカが戦ったためにですね、アメリカが日本の安全保障をやってくれるという他人頼みの精神になってしまって、目の前に危機が来てるのに危機を危機と感じられてないんじゃないかって、そうですね、強いそういう危機感を感じますね。そうなんですが、でもね、国会を見るとまだ、ジェンダー問題であれだけの時間を費やしているということで、一人でも多くの人にこの危機を認識していただけたらなと思います。西岡先生、ありがとうございました。ありがとうございました。